三つ、吉光、柏初代、嵐吉三郎とは、江戸時代中期の歌舞伎役者。俳名利官、後に、秋官と字を改む。屋号は、岡島屋、雅号金冠楼。上門は三つ、吉、替門は三つ柏。初代、嵐義三郎の三男。安永5年頃に、嵐吉松の名で、大阪の竹田芝居に出る。安永9年に、父義三郎が死ぬと、二代目、嵐三五郎につき修行する。天明7年正月、二代目、嵐義三郎を襲名する。以後大阪を代表する人気役者となり、文政4年、義三郎の名跡を、甥の三代目、嵐大三郎に譲り、吉の字を、立花に変え嵐吉三郎と名乗った。同年8月、大阪北新地芝居に出演中倒れ9月に没す。享年52。時世の句は、積もるのも消ゆるもよなり六つの花。美男で、功績も良く、立役として活躍し、近世の貴人と評され、三代目、中村歌右衛門とは、大阪の芝居で人気を二分し、その俳名から、大秋官と称された。なお初代吉三郎は、実際には、役者として、秋官を名乗ることはなかったが、通常、初代、嵐秋官として、歴代利官のうちに入れられている。ありがとうございます。